巨人丸って結局成功なの？ロッテに行ってこれなら銅像を建てられるレベルだと思うけど、ロッテ銅像を建てられて何になるんだよ W。 ロッテで銅像という恥の上塗り行為、広島の戦力をダウンさせるのが目的やったから成功。めちゃくちゃ成功やろ。サボり1年もない。今年18本打って OPS729 はなんかしょぼいな。まあ4億5000万の働きしたかって言われるとしてないけどな。2億5000万、3億レベルの成績やろ。守備走塁も移籍時点で劣化入ってたし、同じリーグから獲得ってのもでかいな。結局日本一になれてないから失敗かな。こいつは日本シリーズ戦犯つねれんだし、菅野もほんと疫病が見ているんだなって思ったわ。広島から丸を引っこ抜いた価値は数字以上。広島弱体化させても直接対決で勝たなきゃ意味ないだろう。 FA の割にはイマイチだったよな。丸レベルを補強したら優勝そりゃできるよなって思ったけど、ソフバンや楽天や阪神は無理やったしな。連覇されてくれたんやから大成功やん。これ以上の成功たとえってほぼないやろ。からくり出し成績は微妙だけど、広島から暴奪したことに意味がある。ご視聴ありがとうございました。